はい、どうも、始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv でーす。こちら、千葉県旭市、JR 日形駅から徒歩30秒ほどにございます。手作りアクセサリーの店、ラスタ。こちらから、全世界中に配信しておりまーす。ってことで、本日も、秋の夜中に読みたい、おすすめの本、目次読み、こちらをやっていきたいと思いまーす。今日、本日、11月3日、おすすめの本はこちら！でれーん！新しい道徳！3日連チャンで北野武史でーす。バカ野郎！義太夫！はい。いいことすると気持ちがいいのはなぜか。2018年、道徳を強化か。だけどその前に、日本人にとって道徳とは何か。この問いに答えられる親や教師はいるのだろうか。まず最初に大人たちが真面目に考えた方がいい。現代の革新をえぐる未だかつてない道徳論。目次はこんな感じです。第1章、道徳は突っ込み放題。第2章、ウサギは神の相手なんかしない。第3章、原始人に道徳の心はあったか。第4章、道徳は自分で作る。第5章、人類は道徳的に脱落したのか。終わりに。てな感じの第5章までです。最初は第1章、道徳の教材をパラパラとめくっただけで、あっちにもこっちにもツッコミを入れたくなる。第2、人生がこれから始まるっていう子供に自分を見つめさせて何の意味があるのか。第3、まるでリスクの脳書きみたいに、まるで薬の効能書きみたいに、いいことをしたら気持ちいいぞって書いてある。第4、なぜ老人を大切にしなきゃいけないか。一番大切なことが何かも語れていない。第5、元気なおじいさん。第6、6. どうして道徳の教科書には猿だの熊だの動物がやたらと出てくるのか。第7、檻の中の犬や猫をかわいそうに思ってペットショップに忍び込んで全部逃がすのはいいことか。第8、僕らはみんな生きている。第9、南北問題にしても結局は誰かが儲けりゃ誰かが損することという話を地球規模でやっているだけの話。10、なぜ本を読みながら歩いて二宮金次郎は銅像になって、スマホを片手に歩いている女子高生は目の敵にされるのか。11、本職の大工が組み立て、ペンキ職人の親父がニスを塗った本立てはあまりにもよくできすぎていた。12、道徳が役に立つのはむしろ不道徳な人間だ。いい人間のふりをしたければ道徳の教科書を参考にすればいい。13、子供に喧嘩をしなちゃしなしなん子供に喧嘩をしちゃいけないと教えるなら、大人だっていかなる理由があろうと戦争をしちゃいけない。14、画家になりたいバカ野郎、絵描きで飯が食えるわけがねえだろ。15、神様が前提なら道徳に説明はいらない。神様がそう言った、日本ではそうはいかない。第2章、ウサギは亀の相手なんかしない。1、今の世の中じゃウサギは途中で昼寝なんかしない。他のウサギと競争中で亀に構ってる暇はない。2、ウサギと亀2015。3、昔に比べて世の中は自由になったんだろうけど、その反面で知らない間に誰かの領民にされている。4、デジタルには合間も隙間も余白もグレーゾーンもない。だからその隙間を乗り越えるための苦悩を知らない。5、インターネットで手軽に知識を得ることはできても、手軽に得られるのは手軽な知識でしかない。6、誰もが田んぼを作っていた時代、輪を持って輪を持って何だろうか、キスとセス、わかんないという道徳には根拠があった。第3章、原始人に道徳の心はあったか。エレンの園のように誰も彼もが
食べ放題みたいな世界だったら、わかんない、読めない。2、宗教が世の中に一つなら問題はない。宗教と宗教がぶつかると大変な問題が起きる。3、誰かに押し付けられた道徳に誰々もろもろと従うとバカを見る。それはすでに昔の人が経験済みだ。4、いつの時代もどんな人間にとっても適用する絶対的な道徳はない。5、道徳は人間関係を円滑にするための技術だ。6、人が幸運に恵まれるとなんとなく不道徳な感じがするのは勤勉の道徳が骨の髄まで染み込んでいるからだ。第4章、道徳は自分で作る。1、昔ながらの精神主義は働き合いを作るには都合がいいかもしれないけれど、今の社会に必要な柔軟な想像力を育てるには向いていない。2、鳥が飛べるのは何かの法則に従ったからではない。3、友達が一人もいなくたって幸せに生きているやつはたくさんいる。4、生涯熱中できる趣味があれば年を取ってからわけのわからない犯罪を犯す確率はかなり減る。5、のたれ死にをする覚悟をしてまでも自由が欲しかった。成功するとかしないとかは二の次だったかもしれない。6、向上心のある芸人は自然にこの世界の掟を身につける。上に行こうとするやつは放っておいても道徳的になる。7、昔の人は道徳なんて言葉は使わなかったけれど、自分の哲学で自分の行動を律していた。8、神様とは関係なしに自分の道徳で生きていけばいい。第5章、人類は道徳的に脱落したのか。1、周囲の自然に感謝して生きていれば何とかなるという発想が日本人の思想の根っこにある。2、食い物がうまいだのまずいだのということを不道徳と感じるのはある年齢以上の人間にとっては当たり前のこと。3、昔の人は根性が座っていたのは少なくとも今の俺たちよりは自分の死について具体的に考えていたからだ。4、老人にはん後肩も解放して気持ちよく死んでいけるようにする。読めねえや。5、最高の性教育は出産シーンを見せてやることだ。6、牛や豚がどうやって育てられ殺され肉になって俺たちの食事になるのか実際にその目で見て経験させる。7、これから先は個人の道徳なんかより人間全体の道徳の方が大切になる。終わりに、という感じですね。第5章と終わりに、はい、こちらのいいことをすると気持ちがいいのはなぜか、ぜひこの秋に読んでみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺でドロン。